さん泣いてた。棒が入ったらね。この町ごと消えちゃうんじゃないかって。全部消えちゃうなら、ゆずきさんの悲しい気持ちも消えるのかな。止めてもらおうと思って。ゆずきちゃん晩ご飯のお手伝いしてくれてるの。千六本が上手でね。やだおばあちゃんってば。ありがとう。もっと食べてね。はーい。ルー子もほら、遠慮しないでパクパク食べな。はい。ゆずきさん、お家に帰らなくていいのかな。いいお湯でした。ゆずきさん、ご飯食べてお風呂入ってたんまりエナチャージで。ホリハルクで攻撃だ。ちょっとゆずきさん、くすぐったよそこ。ちょっとダメだってば。もう昼間はごめん。ひどいこと言った。私ルー子が何考えてるか分かんない。あの子が考えてること分からないの。そんな、いいよ、私気にしてないし。私さ、あの女アキラとの戦い、私絶対負けたくなかった。私ね、好きな人がいるんだ。でも絶対に叶わない。そんなこと分かんないよ。ゆずきさん可愛いし。叶わないんだ。叶っちゃいけないんだ。願いが叶うなら普通に好きになれる。もしかしてゆずきさんの好きな人ってカズ。攻撃。もうダメだってば。
恋ってどんな気持ちなんだろう。やっぱドキドキするんだよね。ドキドキ？バトルでドキドキする？トマ！帰った？うん、割と遠く。そっか、ありがとう。ひとえさんがノートにデッキとかバトルの進行とか書いててね、私も真似っこしてみたいなって。確かにいいかもね。自分のデッキ客観的に見れるし。ひとえさん。が入ってなければ普通にカードバトルできるから。はい、ここで待っててね。ブーブー、楽しんでおいで、ひとえ。ブー、終了。今度はひとえさんのターンね。はい。ルーもやりたい。じゃんけんしたでしょ、次ね。はーい。もう。じゃあ、バロメット召喚。バロメットのパワーは7000だから、ゆずきさんが苦労した時の能力で、やられちゃうかなって。ほんとだ。ちょっとちょっと、ルーコ、あんた横からうるさい。ごめん。うん。そっくりだね、タマとルーコ。人への願いはもう叶ったんだね。これ以上バトルをしなくてもいいのかい、本当にそれで。ああ、でもそれじゃあんたいいんだ。ああ、そこダメ、ゆずき。ごめん、呼び捨て。いいよ別に、私だってしてるし、あんたのこと呼び捨て。うん、仲のいい感じがして素敵。あ、だったらひとえさんもしませんか、一緒に呼び捨て。私もひとえって呼ぶし。はい。それじゃあ、ルーコ、ゆずき。なんだか小そばやい。何それ。小そばやいよ。ひとえのあんな顔初めて見た。僕、ひとえのルリグじゃなければよかったな。
それは言わない約束だよ。だよね。タマはルーがいい。ルーがいいんだ。ルーのルリクがいい、タマ。だけど。そうだね。タマとルー子は仲良しだからね。ふん。花よ、タマは。ああ、タマは知らないんだ。そうか。次、ルーね。あんた、本当にウィクロス好きだよね。うん、好き、大好き。そう、コウモントくん。え、どうしたの？アキラが来てるんだって。え、あの毒物。嘘。そんな、ルール先に帰っちゃったんだ。約束破るなんてひどい。アキラが小湊さんと知り合い？誰？小湊って。アキラを悲しませるなんて何様なの、そいつ。ルールは悪くないな。私また来るから。でもまた先に帰られちゃったらどうしよう。誰かがルールのことアキラに教えてくれたらいいんだけどな。アキラ、けなげ。私やる。必ず連絡するよ。うん、私もやる。あ、ありがとう。じゃあ私撮影やるから。いつまでもカズキから逃げ回ってられないだろ。でもさ、ユズキ、アキラが、アキラが学校に来たんだって。なあ、ルーコツー。はい、じゃあルーはミルクティー。ばあちゃんはおしるこがいいわ。はいはい。たく、久々に帰ってきてパシリかよ。早く早く。ルコ、なんか明るくなったな。え？次、ルーちゃんとばあちゃんの対決。負けた方がお風呂洗い。ばあちゃん強いんだもん。このままみんなで楽しくバトルができるといいな。でもやっぱりタマと一緒に戦う方が楽しい。遊びじゃなく、バトルフィールドの、セレクター同士のバトル。だけど、それは、みんなの願いをかけた戦い。願いのない私が、簡単に望んじゃダメだよね。ルーちゃん？あ、ごめん。次、ルーの番だよね。アキラさんが私を？うん。なんとしてでも、ルー子さんと戦おうとしてる。あいつ、ほんとしつこい。でも、私は特に願いがないし、アキラさんとバトルして負けたって、別に。ダメだって。あんたは私が守ってあげるから、安心しな。うん。いい？きっと嫌なこと言われるだろうけど、我慢するんだよ。動揺したらあっちの思うツボだから。それは大丈夫。ルー、もともと友達いなかったし。ルー、ルー、おはよう、ルール。待ってたよ。一緒に教室行こう。そうそう、さっきアキラキーからメール来たんだ。ルールーと一緒に撮影スタジオに遊びにおいでって。そしたらスタジオの中も案内してくれるってさ。もしかしてイオナに会えるかもしれない。無理。放課後は私たち用事があるから。関係ないやつは黙ってな。はぁ？ねえルル、早く行こう。あのルーカ。 There is no stronger bond of friendship than a mutual enemy。 はい、今日はここまで。この続きは、ん？ルーカ、帰ろう。ユズキ。ちょっとちょっと、他のクラスの子が気軽に入ってこないでくれませんか？もう行くから。ルーコ！うん。
ないよ。おい、お前たち何よ。うっせんだよ、ジョリゾー。ジョリゾー。うっ、逃がすな。みんなに回したい、メール。先輩いました。行って。時よ、おっさん。ルーコ、こっち。もう、ほんとしつこい。ゆずき、いいのに。私、バトルするくらい。私、あんたのこと、何考えてるかわかんないって言ったじゃん。でも、すっごくわかることが一つだけある。あんたはウィクロスのバトルが、本当に好きなんだって。アキラとのバトルは苦しいよ。痛い。あんな奴と戦ったらルーコ、ウィクロスが嫌いになっちゃうかもしれない。そんなの嫌なんだ。ユズキ。こっちじゃね？一年がさっき見たって。やばいな。私が外で引きつけとくから、ルーコはここに隠れてて。大丈夫だよ。じゃあ後で。いた！逃がすな！あっち！ユズキ、本当に心配してくれてるんだ、ルーのこと。絶対に言えるわけない。もし傷ついても苦しくても、ルーはアキラさんとバトルを。ルーはタマと一緒、アキラとバトルしたい。タマが怖い。私はタマと一緒。怖いの？ルーコが何を考えてるのかわからなくて怖いの？違う！ここはブスがいられるとこじゃないの。邪魔だよ。ここなら誰にも邪魔されないよ。じゃあ始めよっか、バトル。アキラさんとのバトル。ねえ、バトルするなら私も混ぜて。あ、この人。てめえ、人の獲物横取りしようとすんじゃねえよ。別にあなたが相手でもいい。はあ？どうして私と戦おうとしないの？私が怖いの？アキラ、もう何してるの？次、あなたの番よ。え、ちょっと待ってください。私、ほら早く。だから、いいから早く。
とうございます。どうしてお礼言うの？え？戦いたかったんでしょ？本当はアキラと戦いたかった。うん、誰とでもいい。ビクロスがしたかった。しかも真剣な。そうでしょ？私とし体あなた願いがない。願いもない人がセレクターとしてヴィクロスをやるなんて冒涜、許されない。冒涜。時計仕掛けの影にうなずいたら終わりのドアが開き始まる闇、危うい答えそこに見え隠れる。今日の祈りは明日多分になる。天と地を映す知れないし。なんで気づかなかったのかな。たまには縛ってみようかと思って。変なこと言わないで。ちょっと怖いよね。あの誓いは無効。